YouTube 放送をご覧の皆様いかがお過ごしですかコスモステレビ日本語放送の時間ですえ去る7月6日夫から暴行を受けるベトナム人女性の映像がインターネットで広がり批判の世論が高まっていますゼンラランド四岸警察署では妻を暴行し2歳の息子を釣竿で叩いた疑いで36歳の男性 A 氏を拘束しました そして7ヶ月前になりますが2018年12月にヤンサン市に住む60歳の男性 A 氏が7年前に結婚したフィリピン出身の38歳の妻を凶器で殺害した事件もありました。家庭暴力が殺人にまでで発展したわけです。ところでここ10年間で殺害された結婚移住女性の数が少なくとも21人。 とということですそういうレポートとまた国家人権委員会が作成したレポートなんですが結婚移住住民の安定した滞留のための実態調査では移住女性920人中387人が家庭暴力を経験したことが分かりました。本日はは特別に正規のの放送ではなく多文化総合福祉センター参加の タサラン相談所の所長をお迎えして特別インタビュー、多文化家庭の家庭内暴力について問うを準備しました。タサラン相談所のユ所長、こんにちは。視聴者の皆さんに自己紹介をよろしくお願いします。え、視聴者여러분、おはようございます。私は社団法人タムナ総合福祉センターの相談所所長ユンジョンスンです。 相談師として学び始めたのは1990年代からですあちこちでカウンセリングを行ってきましたがタムナ家庭のカウンセリングは今年で満15年になりましたなるほど所長は、えー、それでは相談歴が30年になられるんですねでは、えー、人権委員会の調査によりますと 移住女性の42%が家庭暴力を経験しているということなんですが、えう署長が相談を受けた内容の中でも、家庭暴力ということについての内容が多かったのでしょうか。はい、非常に多かったです。暴力というと、う 身体的な暴力を思思いい浮かべると思いますがそれだけではないんでです身体的なな暴力だけではなく精神的暴力経済的暴力性的暴力など相手の人権を蹂躙し抑圧脅迫,脅迫放任息する行動すべてが暴力に該当します所長ところが移住女性が家庭暴力を受けているにもかかわらず 社会的にはあまり知られていないと思いますその理由は何だと思われますかまずは情報不足がその理由です母国ではないため被害を受けてもどこに助けを求めるべきなのかわからずまた申告したとしても言語の問題で自分の置かれた状況をうまく伝えることが非常に 難しいわけです韓国に知り合いがおらず、夫は保護者ですので、申告して離婚されたりしないか、また復讐されたりしないかと、恐れて我慢する場合が多いのです。統計的に暴力被害に遭った女性が、警察に申告するに至るまで、約36回以上、暴力を受けて、初めて誰かに知らせるという事実が明らかになりました。 では今、この放送を見ていらっしゃる方や友人が家庭暴力を受けている場合家庭で夫にどのように行動するべきでしょうかまず暴力は犯罪だという認識を持たなければなりませんもしも暴力が私たちの家庭内で始まるようなら両手を X にして暴力はやめてくださいと言い それでもやめないようなら自分で申告できるときは112番に申告すればいいですそうすれば警察がすぐ出動するようになっています大抵暴力を振るわれているときはそのような余裕などないですそんなときは携帯で録音しておくといいですねの録音をすで また近所に住む友人の連絡先を短縮番号に入力し友人が危険な状況を感知して警察に申告できるように友人に事前に話しておく方法もあります。 普通、家庭暴力は家の中で密かに行われ繰り返されだんだんエスカレートしていくという特徴があるため暴力があったら素早く対応することがとても重要です。家庭暴力を外部に知らせることができない理由これには二次被害または韓国では誰からも助けを求めることができない。 諦めていいるせいかもしれませんまた夫と別れると韓国で生活することができないと思って耐えているせいかもしれません家庭暴力を解決するためにはどうすることが一番いい方法でしょうか国では家庭暴力の被害者のためにさまざまな処置をしています。 全国の市、郡、ウク単位までは家庭暴力相談所がありますそして周りが暴力の事実を知っているなら誰でも申告することができるので積極的に申告してあげることが重要です人々も申告き 移住女性は暴力や困難なことが起きた場合、この番号を記憶してくださるといいです。1577-1366番に電話をすれば、自分の国のカウンセラーと相談できるようになっています。 自分の国のカウンセラーと相談した後、本人の選択により、避難所などへ行くことができます。暴力を受けて、身体的な被害になった場合は、写真を撮って病院に行き、診察を受けてください。 暴力被害は保険が効かないため医者が症状について質問した時に普通ただ転んだという場合が多いのですがそのようにすると後になって証拠として証明するのが難しくなりますもしお金がない時は救済措置というのがありますそれで先に治療を受けて

被害女性のための現実的な政府政策がどのようなものだと思われますか全国に暴力相談所がたくさんありますがもっと重要なことは国民の意識転換ですですので国家次元で暴力は犯罪だという事実を 確実に認知できるようそして暴力は家庭解体の主犯であるるこことととをを知らせるキャンンペーンを行うことが必要だと思います今は児童虐待防止法まで施行されていますが、多くの人たちがこの事実を知らずに、昔のように子どもを教育すると言って、鞭を振るったり、暴言を吐いたり、放任したり、遺棄する場合、犯罪として厳しく処罰されるということを知らなければなりません。 ユー所長ありがとうございました最後にユー所長から全国の放送視聴者の皆さんと多文化人に向けて頼みたいことがございましたら一言よろしくお願いいたします家庭は天国の縮小単位です家庭の中で尊重と愛情を受けることができなければどこに行っても自信を持って生活していくのは難しいことです 両親は子供たちの根っこであるため、家庭内で保護と愛を受けられなかったら、自尊心の根を下ろすことができないということを記憶しておいてください。 特に田村家庭はさまざまな難しさが内在していますから問題があるときは一人で悩まず必ず相談室を利用して助けが得られることを願っています自分の力では解決できないことがあった場合には15771366この番号を記憶して相談を受けてくださいありがとうございましたありがとうございましたタサラン相談所のユー・ジョンスン所長でした どのような場合であっても、暴力は許されません。特に、家庭で夫婦間に暴力が発生すると、子供もたちの行き場がなくなってしまいます。本日のインタビューで、所長のお話が皆さんのお役に立てますことを願っております。では、また次回お会いしましょう。さようなら。